日本大阪府大阪市西成区大使大使は、大阪府大阪市西成区の町名である。現行行政地名は、大使1丁目及び大使2丁目西成区の北部に位置し、愛林地区の東部にあたる。2005年の国勢調査によると、世帯数3992、人口4435人であり、単身男性が非常に多い。 半海線新今宮駅前停留場南から、道線に今池停留場東側の一帯、大使交差点を中心とした地域。北で、何枠、恵比寿東、東で三能、南で、天下茶屋北、西で、萩の茶屋、北西で、何枠、恵比寿西に接する。大阪の神後の元画年間に、大阪城下が復興、整理され、その際に、 城下金号の村々に大阪七坊と呼ばれる七箇所の墓地が設けられた。その一つである飛びで墓地が当地に設けられ、隣接して形状も置かれていた。元は西成郡今宮村の一部。その後1925年に大阪市に編入され、西成区の一部となった。当初は西成区の北東隅だったが、1943年に、 区境界が変更され、東隣の三王町が住吉区から西成区へ編入された。1973年11月に現行住居表示を実施。従来の東田町と今池町におおむね街頭する。当地にある大使地蔵村は飛び田墓地にあった地蔵で地名の由来となっている。2019年9月30日現在の世帯数と人口は 以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、小学校、中学校入学時に学校選択制度を導入しており、通学区域以外に、西成区にある以下の通学区域に隣接する校区に、ある、小学校、西成区内にある、 中学校から選択することも可能。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。隣接する萩野茶屋、何枠、恵比寿西の半海電気軌動半海線、新今宮駅前停留場、今池停留場、JR 西日本新今宮駅も近くにあり、利用できる。ありがとうございます。